おじさん。ある日、町を歩いていたら、向かいから顔見知りのおじさんが歩いてきた。会釈したら、あちらもこっちに気づいて、ニコッと笑って会釈した。どこのおじさんだったかなって考えた。よく知ってる顔なんだけど、思い出して、ゾゾーっと鳥肌が立った。あのおじさんは、俺が小さい頃から何度か夢の中に出てくる人で、現実にはいないはずの人なんだけど。おじさん。妻の寝言。今さっき起きた話。嫁が先に寝てしまって、飲み足りない俺は、冷蔵庫からビールをこっそり出して、熱湯しつつ飲んでいた。リビングの隣の寝室で寝ている妻がいきなり、出ないでいいから、と寝言をのたまう。結構寝言を言うタイプなので、放っておいたら、その寝言の直後、玄関の呼び鈴が鳴った。こんな夜中にマジで心臓止まるかと思った。呼び鈴自体は2回ほど鳴って、こっちが黙っていたらそれ以上は何もなかった。妻は今もいびき立てて寝ている。妻の寝言。転んだら死んでしまう村。転んだら死んでしまう村の夢を見たことがありますか？これは共通夢といって、誰でも一緒のうちに一度は見る夢だそうです。ほとんどの人は夢を見ても、その内容を忘れてしまうので、記憶に残ることは少ないですが、この夢に関しては全国から数多くの共通の証言が上がっています。舞台は夕暮れ時の農村で、そこら中に青紫色に変色した死体が横たわっている。しばらくすると、着物を着た数人の少女が近寄ってきて、ここは、転んだら死んでしまう村なんだよ、と説明があった後、少女の中の一人が死体につまずいて転んでしまう。少女は絶叫を上げながらみるみる青紫色に変色していき、やがてピクリとも動かなくなる。ここから先は内容に個人差があり、追いかけてくる少女たちからひたすら逃げ回った。少女に竹馬を渡された。何事もなく目が覚めた。など、様々な証言がある。しかし、不思議なことに、夢の中で転んでしまった人からの証言は、一つもない。転んだら死んでしまう村。メッセージ。ある明け方に二度同じ夢を見たんです。街で知り合いかなと思う人を見かけて、暇だから後を追う夢。その人は自分に気づいている風なんだけど、ちらちら後ろを伺いつつも無視して先を歩いていく。さっきまで賑やかな街だったのに、いつの間にか線路沿いの錆びれた道に入っている。自分の左側に線路とフェンス、ちょっと先に歩道橋みたいな跨線橋、
もう少し先には高架の線路が見える。その人が跨線橋を渡るからついていくと、線路の反対側は寂れておどろおどろしい墓地でした。相手はもう後ろを振り返らない。怖いと思いながらついていくと、墓地が途切れていきなり雪原。いつの間にか背後の墓地も消えていました。で、その人はザクザク去っていくのに、自分は雪に足を取られて歩けずに取り残される夢なんです。二度寝したら墓地からやり直しでした。そっちに行っちゃダメだと呼びかけても結果は同じ。気持ち悪い夢だったから、普段はしない夢日記をつけました。で、自分にもその人にも悪いことが起きないようにと祈ったのです。それから何事もなく、2週間経ったある日、友達に連れられて、山手線を恵比寿から渋谷へ向かう線路沿いの道を初めて通ったんです。すると、その光景があまりにもあの夢に似ている。左側に山手線、歩道橋みたいな跨線橋、その先に高架の東横線。ちょっと怖かったので、この前見た怖い夢とそっくりだ。気のせいだよ。なんて友達と話していた。その時。目の前の電柱だか自販機だかの張り紙に気がついて、二人とも悲鳴を上げました。そこにはたった一言。夢で見た光景。って、短冊に筆文字で書かれていたんです。それ以来その道は使っていません。きっとこの先も通らないし、歩道橋は絶対渡らないつもり。偶然にしても怖すぎました。まあこれだけなんですけど、こういう体験ってなんて言うんでしょうね。デジャブとも、予知夢ともちょっと違うし。メッセージ。神隠しの夢。もう10年以上前、俺が中学校の頃の話です。当時はしょっちゅう同じ夢を見ていました。左右が田んぼの長い田舎道を一人で歩いているんですよ。すると、向こうの方から和服の女の人が小さな男の子の手を引いて歩いてくる。そして、その人とすれ違ってから少し歩くと目が覚める。まあ、不気味というより意味不明な夢で、当然女の人にも男の子にも見覚えなどないんですけどね。それで、その夢の話を友達にしたのね。こんな夢見るんだ、と。そしたらそいつが、俺も同じ夢を見る。という。意味不明度は急上昇ですよ。なんで？なんで同じ夢？そいつとは中学に入ってからの知り合いだし、魂の兄弟とでも言うわけ。そいつは、次に同じ夢を見たら俺、女の人に話しかけてみる。と言う。面白そうだから俺も、おやってみやってみ。なんて気軽に言っていたんだけどさ。そしたらその夜、ちょうどその夢を見たのよ。ああ、あいつ、女の人に声かけるんだな。などと思いながら、俺はいつも通り女の人とすれ違ったのね。そしたらいつも無言で通り過ぎるのに、女の人が、やっと見つけた。とつぶやいたの。その瞬間に背中がズワッとしたね。あ、やばい。なんか知らんけどやっちまった。と思った。
目が覚めた俺は友達のことが心配になったけど、そいつの家の電話番号も知らないし、すごくドキドキしながら学校へ行ったら、まあよくある話で失踪しちゃってました。聞いた話では夜中にバタバタと家を出て行ったらしい。もちろん家出ということでうやむやになったんだけど、それから5年経った頃、ひょっこりそいつが家に帰ってきたんですよ。なんでも女の人と男の子と田舎の一軒家で面白おかしく遊んで暮らしていたらしいです。それでふと気がついたら、家の近くの公園にいたって。ま、神隠しというやつなんでしょうが。とりあえずそいつは今も元気で、きちんと働いています。空白の5年間は謎のままですが。ちなみに、俺はそいつが失踪してから、あの夢は見なくなりました。女の人と男の子が誰なのかもわからずじまいです。神隠しの夢。はい、どうも。夢にまつわる不気味な話その1をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。小さい頃夢日記をつけてる時期がありまして、まあこの前ちらっと話したかなとも思うんですけど、なんか一時女性のお化けに狙われてる時期がありまして、頭半分で聞いてくれると嬉しいんですけど、高校生時代かな、よく金縛りに遭ってる時期がありまして、で、金縛りに遭うと必ず出てくる女の人の幽霊がおったんですよね。もうね、寝る前からね、あ、今日出てくるんちゃうかなっていう雰囲気なんですよ。で、寝かけると、あの女、金縛りになって、で、そのまま無理やり寝かされるんですよね。で、よくわかんない街中におって、あんまり覚えてないんですけど、ひたすら女の人から逃げるみたいな、そういう夢やったんです。で、あまりにも見すぎたんで、その夢から脱出する方法っていうのを見つけまして、夢の中で、ひたすらとりあえず指先を動かすのと、これは夢だっていうのをひたすら思うんですよね。したら、なんとか目が覚めるんです。ただまあ、金縛りは金縛りで続いてるんですけど、っていう夢をよく見てました。まあほとんど高校生ぐらいで終わったんですけど、時々実家帰るとやっぱり自分の部屋で寝てる時だけそういう夢を見そうになる時があって、もうあらかじめ分かったらその部屋でもう寝ないようにしてるんですけど、あんまりあの部屋は良くなかったのかなとはちょっと思います。めっちゃムカデも出るし。皆さんもなんか絶対に見る怖い夢ってありますか？もしあったらコメントで教えてくれると嬉しいです。まあ、あと時々出てくる遊園地と、まあ、ビル街もうなんかちょっと気になってはいるんですけど、特に怖い話じゃないのでほっときます。それでは夢にまつわる不気味な話その2でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。